しげちゃんです。今日は2021年6月22日火曜日です。はい、夜勤終わりまして、ちょっとポタライドしに来てます。はい、まあ、いつもの通りです。で、今ちょうどケマ河川公園のケマ地区に来てます。はい、後ろケマ公門ですね。で、今ちょうど、ケマ地区のバーベキュー場に来てます。はい、ちょっと視察しに来たんですけどね。はい、緊急事態宣言明けましたんでどうなのかなというところでちょっと見に来ました。はい、はい、でついでですね、ちょっとこの動画を撮ろうかなと思うんですけど、今日を、はい、映します。はいですね、いつもの通りグラベルロードで来てます。はい、せっかくなので、でね、これ、ガノのガリバルディ G2 好きにしようかな、買ったのがですね、去年の12月暮れの12月の頭の方で買いました。はい、でまあ約6ヶ月、まあ、半年過ぎましたね。で、だいぶって3500キロぐらいかな。あんまり走ってないですけどね。まあ、だいぶほぼほぼずっと買ってから、ほぼほぼずっとこればっか乗ってたので、まあまあかなと思うんですけど。で、ちょくちょくね、あの動画上げさせてもらってますけど、ちょこちょこバイクいじって今に至ってるんですけど、ちょっとここでちょっと、まあ振り返りというか、カスタムの状況もひとまとめにしようかなと思います。ちょっと自身で、ちょっとおがましいんかもしれないんですけど、ガリバルディ G2 と G2R 最強バイクをちょっと作ろうかなと思います。目指そうかなと思います。まだいろいろとね、やりたいことはあるんですけど、まあ、今現状で6ヶ月乗ってきてちょこちょこといじってきたところで、ちょっとここで、振り返ってみようかなと思います。はい、では早速、まずは大きく目立つところでいくと、まあ、色目でいくとタイヤですね。元の最初についてたのは、WTB のバイウェイってやつですね、がついてました。クリンチャーの状態でついてまして、まあ、横も、サイドも黒の真っ黒のタイヤです。はい、でした。はい、そこからまずは1ヶ月しない程度で、今年に入って新年早々にまずは、チューブレス化しました。ホイールとタイヤがその、チューブレス対応だったので、まずはチューブレス化してしました。はい、でですね、その後、タイヤ交換、ちょっとパンクグラベル走りまして、まあ、これもちょっと動画上げさせてもらいましたけど、まあ、釘とかね、あの釣り針とかあれこれリアタイに、刺さってまして、パンクしました。ある意味パンクさせたんですけどね、釘を家で抜いたんですけどね。まあそれでちょっと、まあ、もう修繕が修復が不可能ということで、タイヤごと変えまして、で現状は今、タイヤどこで中途そうかな、まあ、いいや。はいはい、これです。シムワークスバイパナレーサーなんですけど、はい、ボリューミーですね、やつをつけます。前後、リアだけ変えるのは変なんで、前後変えましてお揃いにしました。で、横サイドはアメサイドのタイヤですね。やっぱグラベルっぽくしたかったんで、サイドはアメサイドのやつを選びました。
で、タイヤパターンは、ほぼ、スリックです。あまり溝のないタイヤですね。はい、本当はねブロックパターンにしたかったんですけど、まあショップはあまりまず在庫はなかったんで、まあ別にこれでもグラベル走れますよっていうことだったので、まあこれにしました。ホイールは、まあ、変えてないんで 650B のホイールです。タイヤサイズは 27.5 の 1.9 ってことで、若干太、バイウェイからは太くなってますね。 1.9 インチなんでちょっと少し太くなってます。47、元は 47C だったんでそれよりはちょっと太くなってますね、計算だとね。 1.9 インチ、ということで、タイヤはまず、変えました。チューブレス化しましたし、タイヤも変えました。アメサイドのタイヤも変えました。はい。次、まあ、ハンドル周りいきます。はい。まずは、ドロップバーですね。こちらは、ローフ。ローフのスムージーバーっていうカーボンハンドルにしました。ノーマルは、アルミのハンドルバーですね。アルミ製でしたけど、カーボンにしたかったのでカーボン。比較的、お値打ちな値段で売ってたのでこれにしました。で、下半が結構ね、あの横にハの字状態で16度開いてるんですよね。はい。ということで、まあ、ほんまにグラベル向きの、グラベル用のバイク、あの、ハンドルバーになってます。で、カーボンハンドルです。はい。で、ついでに、当然ハンドル変えたので、バーテープも変えました。黒の、まあ、オーソドックスなバーテープから、グラベルっぽく、ブラウン系茶色のバーテープ、リザードスキンの、バーテープに変えてます。これは2本目ですけどね、最近ちょっと変えたので巻き直して、まあ、同じのを付け替えました。はい、はい、次ですね、これ一番直近かな。あ、でも直近じゃないな。まあ、目立つところで言えば、はい、これですね。DH バーですね。プライムの、ウィーグルブランドのプライムっていう、まあ、ブランドで出してます、DT バーです。で、これ一応、ミニ、プライムミニ TT バーかな。なんで、ちょっと短めです。ちっちゃいし。こじんまりとした TT バーですね。あんまり前傾は深くならないですね。で、バーもちょっと短めですし、はい。で、もう U字のパターンになってましたね。はい。まあ別に普通にノーマルのサイズの長いカーボンバーとかにしても、まあ、後々してもいいかとは思うんですけど、まあ、グラベルロードにこれどうなのとは思ったんで、まあ、ちょっと控えめにミニクリップオンバー、TT バーにしました。まあ、これも値打ちな値段、まあ、割と手頃な値段で売ってたので、ウィーグルで買いました。それから、ステム。ステムを変えました。ステムはアルミ製です。イーストンの EA70 です。ヘッドパーツも、アンカーですね。トップキャップもカーボンにしてま、す。からステムスペーサーもカーボン。タイヤコンペの、カーボンスペーサーを入れてます。はい、ヘッド周りはそれぐらいですかね。一応メインは一応、まあ、カーボン。できるとカーボン落ちないですね。で、イーストンの、ね、ステムはちょっとアルミですけど、
まあ、少し気持ち軽くなってますけどね。まあよくグラベルロード見たら大体このイーソンついてますね、ステムね。はい、これぐらいかな。はい、あとメカニカル的に大きく変えたのはこれ一番直近で変えましたね、シートポストなんですけど、最初はまずノーマルはアルミのシートポストですね。なんまあ変哲もない黒のシートポストがついてたんですけど、まずはカーボンにしました。カーボンのシートポスト、まあ軽量化のつもりで変えました。はい、ですけど、どうしてもドロッパーにしたかったんで悩んでて、もう悩むぐらいならと思ってドロッパーに、ドロッパーシートポストにしました。ベローシのグラベル用の、ドロッパーシートポストです。はい、可動域は50ミリですね、5センチ、です。あんまり大して動きませんけど、まあ、当然マウンテンバイクとかになればもっと動くんでしょうけど、まあ、グラベルロード用なんで50ミリしか動きません。まあ、その後、まあ、50ミリ、まあ、5センチですけど効果は大きいですね。はい、市街地の信号待ちとかでの時にサドル下げて、だから足つき性も良くなりますし、はい、楽ですしね。でメインの目的っていうのはやっぱりグラベルとか、グラベルの、まあ、特にグラ、下りとかですね、まあ、アクロ走ってる時に、まあ、足つき性良くするし、まあ、重心もちょっと下げるということで安心して走れるといった種の目的があるんですけど、まあ、そうやっぱり何度か使ってみましたけど、やっぱいいですね。重心が下がるということで安心して走る、グラベル用が走ります。まあ、市街地で使ってるの方が一番楽で一番ね使用頻度は多いんで、うん、やっぱこれつけてよかったです。はい、バイクそのものはそんなところですかね。で付属でバイクパッキング、キャンプツーリングしますんで、キャリアつけてます。はい、フロントフォークにつけてます。ブラックバーンの、アウトポストカーゴゲージ、フォークに左右2個付けしてます。はい、でここにまあまあ、チェアだったりテントだったり、両サイドにつけて、くくりつけて、キャンプしに行ってます。はい、でリア、はい、リアキャリアもつけました。こちらも、ブラックバーンですね。アウトポストワールドツアー、なんだったかな、ワールドツアーリアキャリアだったかな、なんかそんな感じの名前でした。はい、これね素材がね、材質がですね、イーストン製のスカンジウム使ってるんですよね。なんで比較的軽量ですね。 700g 弱だったと思います。見た目いいんですよね。この色が黒とかシルバーじゃなくて、フロントのゲージの色と同じ色で全部揃えようとしています。そもそも、サドルバック、ブラックバーンのサドルバック、つけて、最初使ってたんですけど、やっぱね左右に、漕いでる時にプラプラやっぱ動いたりするので、やっぱり安定して、荷物積みたいなと思ったのと、まあ、サドルバッグだけではちょっとね収まりきらないと思ったんで、やっぱり、パニアバッグですね、やっぱいずれつけたいなと思ったので、まあキャリアにしました。今はまだパニアバッグは持ってないんですけど、ね、センターのキャリアバッグ今
持ってますんで、それのサイドにポケットが、簡易的なパニア風のポケットがあるので、まあ、それで、今のところは しのいでいます、はい、いずれは、パニアバッグ、ブラックバーンのやつを買おうかなと思ってます。できれば 両サイドつけるのがいいんでしょうけどね。そこまで買うほどにまだね、あのキャンプ用品があるわけでもないので、あれですけど、まあ一つはまず買いたいなとは思います。はい、今のところキャリアバッグを後ろに積んでます。はい、まあ、一応ねサドルバッグもあるんで使おうと思えば使えるんですけど、ね、ちょっと難点がドロッパーシートポストに今度してしまったために、ちょっとサドルバッグをつけるのがこのままではちょっとつけれたらまずいんですよね。シートポスト動いてしまうので、なんで、もしサドルバッグを使うんであれば、なんかパーツがあるんでドロッパー用のそれを買う、つければサドルバッグを使えます。ドロッパーシートでもサドルバッグを使えます。今のところはもうまあ一応キャリアバッグで用は済んでるので、うん、いいかなと思います。ちょっとサドルバッグがちょっと余計になってしまいましたけど、あまり出番がなくなってしまいましたけど、はい、あとバッグ系、フレームバッグ、ブラックバーンですね。これもアウトポストというか、まあサイズは M サイズ、真ん中のサイズですね。はい、でこれに関してはまあ下が拡張できるので今は拡張している状態です。はい、便利ですよね。もうほぼほぼもうこの状態でいつもつけてます。でこれは別にキャンプじゃなくてもいつもこの状態ですね。だいたい入れてるものはタイヤの、まあ、バンクした時の、チューブ、それからデジ、これ今撮ってます、デジカメから財布、あと鍵、ワイヤーの鍵、それからトルクレンチ、携帯用のを入れてます。それでこと足りてますんで、これはまあ常に積んだ状態にしてますんで、こんな状態ですね。はい、まあ、この関係でボトルゲージが今のところ1個、今ツール缶しか積んでません。はい、1個しかつけてないのでツール缶だけ入れてます、つけてます。ダウンチューブの下側にまだ1個つけれるんで、ここに今度もう1個、ボトルゲージつけて、そちらにちょっとツール缶を移動させて、でシートポスト側の方には、ボトル水ボトル、させるようにしようかなとはふうには思っていますけど、今のところ1個しかつけてません。はい、で水は、普段は飲めないですね。いつも自販機でドリンク買ってます。うん、最悪ね、ボトルゲージ買わなくてもどうしようかなと思ってるんですよね。あのステムバッグをブラックバーンのステムバッグにすればね、あの取りやすいしいいかなと思って、考えてるんですけど、これに関してもね、ちょっとあの TT バーをつけた兼ね合いでちょっとボトルが取れないかなと、肘のパッドの部分が邪魔してどうなのかなっていう気もしますし、ちょっとハンドル周りがもうごちゃごちゃしているので、それもなぁと思いながら考えてるんですけど、まあ、一度買ってみてもいいけどな。はい、つければつけたで、あの、使い道はいろいろあるので、水ボトルとか缶コーヒーとかね、ペットボトル入れてもいいですし、スマホ入れてもいいですし、で、まあ、小物入れてもいいんじゃないかなと思うので、
買ってみてもいいかなと思います。はい、でトップチューブバッグ、こちらはですね、バッグ関係はねブラックバーンに統一したいなと思ってしてるんですけど、トップチューブバッグに関してはまだ、違うメーカーです。ちょっとジャイアントのを使ってます。普段 TCR につけようと思って買ってたやつを、とりあえず今1個しかないのでこれに、ジャイアントのやつを今ここにつけてます。はい、TCR に乗るときはこれまた外して TCR に つけてますということなんで、まあ、それも面倒くさいので、こっちのガリバルディ用にはブラックバーンのやつを、買いたいなと思います。でもつけ交換しなくてもいいし、でブランドも統一できるしということで、まあ、自称ブラックバーン、ガリバルディブラックバーン仕様ということで自分では思ってるのでもうブラックバーンに統一したいなと思ってます。でちょっとここは今違ってるので、いずれブラックバーンのやつを買います。はい、結構ね今、まあ、コロナの影響かなんか知らないんですけど、トップチューブバッグあんま在庫がないんですよね、ショップとかでもね。ネットでね、ウィーグルとかで検索すれば、売ってるんですけど、海外だと早く入るんですけどね、ちょっと日本国内ではなかなかちょっと在庫がないみたいで、入荷待ちとかっていうのがずっと各ショップになってます。はい、はい、っていうところが、以上。で、まあ一応、バイク、今、現状のカスタム状況になります。はい。あとですね、考えているのはですね、フロントシングルカーしたいんですよね。案としては、まあ、これ GRX の400のコンポがついてるんですけど、で、400は10速なんですよね。で、10速でシングル化もできますし、10速でね、シングル化したらね、ギアとギアの間がワイドすぎて、ちょっとあれかなと思うので、800番のやつを、つけたい、11速にして800番のやつをしたいなとは思うんですけどね。としようとすると、かなりの費用がかかっちゃいますね。レバー、STI レバーも変えないといけないですし、当然11速用の STI にしないといけないので、右レバー変えないといけませんね。で、左のレバーはフロントは変速がなくなるので、ブレーキレバーだけになっちゃうんで、まあ、最悪このまま使えるんですけど、シフトのレバーがプラプラの状態になりますんで、それもちょっとあんま嫌だなと思うんで、ブレーキレバーを変えないといけないのかなと思います。はい。で、クランクも変えないといけないから、クランクを使えるかもね、しれないですけどね、重速にしても。チェーンリングだけなんか変えれば。で、リアも、11速なんで、まあ、800番の、GRX リアディレイラーにしますし、カセットスプロケットもちょっと元は大きいやつをつけないと、まあ、走れないので、変える必要があります。でスプロケ変えたとなると、これで今スマートローラーも今これでズイフトやってるんですけど、まあ、スマートローラー用についてるカセットスプロケットも変えないといけないので、スプロケをもしシングル化した場合はどちらにしろ2セット買わないといけないんですよね。でないとローラーができないんではい、ということでそこね、シングル化に関してはちょっとすぐできるもんでもないですし、費用的にもちょっと高いんでどうなのかなと。できるだけ安くはしたいなとは思いますが、かなりの費用になるかなと思います。
本当はフロントシングルしてしまえば、まあほぼほぼもう多分終わったかなと。あと、ホイールを軽くできればいいのかなって気もしなくもないですけど、グラベルなんであんまりねカーボンのやつとかにしちゃうとね心配なんで、どんなホイールがあるのかちょっと、まあ、よくわかんないんですけどね、軽くかつ、強いホイールがあればいいんですけどね。まあどっかオールロードのホイールがあるみたい、オールロード、のホイールもあるんで、まあその辺もちょっと検討してみたいなと思います。これのホイールの重量がね分かんないんですよね。まあ軽くはしたいなと、車輪軽くなるとはメリットがあるとは思うんですけどね、いうところですかね。まあ、もうちょっと、もうあとは大物が残ってますけどね。はい、ホイールとフロントシングルかっていうのがやろうと思えばそこはいじれるかなと思います。はい、あとはサドルはね、これノーマルのサドルなんですけど、まあ、これに関しては別に軽量化してもいいんですけど、カーボンのあれにしてもいいかなとは思うんですけど、まあグラベルで乗りますし、まあ、逆にはクッション性のある方がいいのかなと思うんで、まあしばらくこのままでいいかなと思ってます。別に使ってて問題ないですし、全然お尻痛くもないので、まあ、割といい、いいのかなと。まあ結構エントリーモデルなんですけどね、全然いいです。まあ今のところ不具合はないので、しばらくサドルはこのままでいこうかなと思います。はい、ということで、カスタムの、ちょっと振り返りをしてみました。はい、自称、ガリバルディ最強化、比較を最強を目指そうかなと思います。はい、ということで以上になります。はい、バッチリ乗ったらね、やっぱりいじりたくなるのは勝負ですよね。はい、やっぱり人と違うものをなんか個性を出したいなと思うし、はい、まあ、このガリバルディに関しては、まあ一応グラベルではエントリーモデルですよね。10万円台とかなんで、この上に行けば、カーボンフレームのやつがありますし、まだ2つぐらいあるのかな、上にありますね、カーボンフレームとやつがあります。ゼネラルだったかな、なんかありますし、はい、でまあエントリーモデル をいじって、いいバイクにしていこうかなと思います。はい、まあ自己満ですけどね。いつも言いますけど、バイクいじってる時にいつも言いますけど、はい、ということで、まあこれからもやっていきます、許せる範囲で。はい、はい、じゃあ動画はこれ以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またの動画よろしくお願いします。引き続きガノ登場させますのでよろしくお願いします。では。